まあ応援してくれて、まあここまで来れたって感じなんで、体重もみんなのおかげでやっぱ落とせて、本当はまあ試合とか怖くてしたくないんですけど、ね、みんな応援してくれるからやろうやろうって慣れてるんで、明日はそうですね、応援してくれる人に関しても全力で応援返しの気持ちで戦っていきます。よろしくお願いします。そうですね、やっぱメインが上村選手のダイエット企画みたいになっちゃってたんですけど、やっぱメインは75キロ作ることなんで、せっかく75キロまで上村選手が落としてくれたんで、明日は75キロの人間として全力で戦いたいと思います。Thank you.
勝ってたよ。え、勝ってたよ。なんか僅差だったな。ああ負けちゃったもったいない。いやあれはもうどうも本当に半々だったから最後。大丈夫、疲れた。疲れた。本当。ああ楽しかった。ほんとスタミナないね。でも切れた。スタミナえスタミナ切れた。スタミナ切れちゃったよ。スタミナ切れちゃったよ。もうちょっと、ね、最高最後し惜しかったね。そうタイミングがやっぱ噛みしたいだったよ。判定だったら分かんなかったな。うん、ね、まあしょうがない。テッピング衣装は頭痛くない。ないよ。負けちゃいましたね。まあ負けは負けなんでしょうがない。結果は全てだからね。そうもう出直すしかない。何話すか忘れちゃった。今日転校生来たのかな。ねえまあいいや。俺が75キロの主役になります。75キロクラッシュ K1 でお願いします。最終的には気合です。アリシャあの状態は得意なんだよ。あの状態はあれしたバッチリした。バッチリした。いやまあ最後はちょっと削っちゃったけど。今はよくさんこらえて、いやあの状態結構得意なんで、こらえてこらえて頑張ってよくこらえて。たくさん通りだね。ちょっとあの前やった力抜いて打って最後強く入れるっていうのあったらハマりました。近い距離がねそんな別に嫌じゃない。得意の最後は左手かな。あの状態マジで。ああ、しかもね。めっちゃ効いてました。まだエグかったっす音。だからね、もっと細かく押さ足も効いてましたよ。足も余裕で効いてた。一覧も効いてた。さあ腹効かしたからラグやったんですよ。そうそうそう。間違いない。あれよく覚えてた方がいい。分かりました。最高だった。頑張る。アイシャ、アイシャ。いやすげえ楽しかった。いやいや、こちらこそ。ありがとうございます。盛り上げてもらって。ごめんね、会見とか気遣わしちゃって。いやいやいや気遣ってるか、まずいとか。いい人なんで、いい人感がすごすぎて。本当にいい人ばっかりしてた。悔しいな。悔しいな。いや勝ちだよ、もう。ありがとうございます。ありがとうございます。チーム頑張ってください。ありがとうございました。いやいや、あれ見せたんですよ。見せて、やべ、相手がめっちゃ盛り上がってんなと思って、これで俺返したらまずいなと思って、しっかり3ラウンド目で。しまいました。まあ冗談ですけど。いや、本当タフでいい選手でしたね。本当に気合入ってました、めちゃめちゃ。俺と一緒ぐらい。今年中に絶対75キロ作って、俺が初代チャンピオンになるんで、みんな見ててください。あるしゃ。いやいや、ああいう風に盛り上げないとダメだよっていうのを俺が伝えたんで、頑張ってくださいって感じですね。絶対ぶっ飛ばすから、待ってくれよ。